インターネット百科事典。インターネット百科事典。インターネット百科事典。とは、インターネットでアクセスできるデジタル百科事典である。オンライン百科事典とも呼ばれる。インターネット百科事典として、最も規模の大きいものとして Wikipedia、また専門家が主導しているオープンアクセスのプロジェクトで歴史が古いもとして、スタンフォード哲学百科事典などがある。 1980年代から1990年代にかけてのインターネットの利用の広がりとともに多種多様な辞書、辞典サイトがインターネットに現れた。それらを一概に分類することはできないが、ここでは便宜上以下のような形で解説する。インターネット例明期より個人が中心となってまとめた各種の用語を解説したページが現れ始めた。 こうしたもののうち、非常に古い例として、1975年に、スタンフォード大学のラパル・フィンクルが作成した、ハッカーたちの俗語をまとめた、ジャーゴンファイルがある。また一定の規模や知名度を持ったものとしては、1985年に、スタートしたコンピューター用語について、簡単に解説したデニス・ハウによる、フォールドック、1995年にスタートしたエリック、W ・バイスタインによる、 エリックの数学の宝庫などがある。エリックの数学の宝庫は、作者がウルフラムリサーチに入社した後に、マスワールドと名前を変え、その後は企業サイトの一部として運営されている。2000年代に入ってからは、自転系サイトの構築を助けるミディウッキーのような、様々な無料のウィキソフトウェアが多数現れる。また、のような無料で、ウィキサイトをレンタルできるサービスが多数登場する。 これにより、誰でも、自転的なサイトを簡易に作成できるようになり、個人的なまとめサイトのようなものから、少人数で作成する辞書、自転的なサイト、または、ある程度の人数で運営するプロジェクトまで、様々なタイプのサイトが多く作成されるようになった。インターネットの利用の広がりとともに、書籍の形態で発行されている。 既存の百科事典をインターネット経由で閲覧できるようにするデジタル化サービスも始まった。ブリタニカは1981年に CD r o m による電子出版に対応。その後、1994年に既存の百科事典としては最初にインターネットによるオンライン検索サービスを開始。ただし、全情報を閲覧できるのは有料会員に限定されている。 マイクロソフトは本格的にマルチメディア対応した電子百科事典として1993年に発売開始したエンカルタを無料で閲覧できる項目を一部に限定し全情報の閲覧を有料としたものを MSN オンラインサービスの一つとして提供することも開始した。しかし同社は2009年3月31日に電子メディア版の販売中止とともに 同サービスも2009年末で全て打ち切ることを表明した。著作権が切れていない書籍百科辞典の内容を無償で公開しているものがある。例えば、イラン百科辞典、1996年代、都産世界大百科辞典、2000年代、コロンビア百科辞典、2004年代、日本大百科全書、サービス名やヤフー百科辞典、2008年から2013年、 などがあるまた、著作権切れの百科事典のネット上での公開も行われている。ボランティアによる運営されているプロジェクトグテンベルクは、1995年、著作権切れでパブリックドメインになっていたブタニカ百科事典第11版、1911年発行のデジタル化に取り掛かった。商標権の問題から、ブリタニカの名は使えず、コンテンツ名を グーテンベルク百科事典としたが、第1巻のみの電子化で中断した。あとの2002年に、別のラベトゥの1911プロジェクトにより、文だけであるが、全29巻が、1911、インスイクロープデューブリタニカとして公開された。他、著作権切れ百科事典として、デジタル化されて、ネット上で公開されたものとして、カトリック百科事典などがある。 著作権切れ百科事典については2004年頃から Google が図書館の書籍をスキャンしてデジタル化するプロジェクト Google Books を始めたことでいくつもの百科事典がネット上で無料で閲覧可能かつ PDF としてダウンロード可能となりつつある書籍としての発行を前提としないインターネット上での利用を念頭に置いた百科事典作成プロジェクトが 1990年代頃から現れ始めた。1991年、ユスネットのニュースグループ ALT ファンダグラス・アダムスは銀河ヒッチハイクガイドの実物を作る計画を始めた。これは小説の中に出てくる何でも書いてある百科事典をネット上にローという一種のユーモアサイトであった。この試みはプロジェクト銀河ガイドと呼ばれるようになった。 1995年、スタンフォード大学の哲学者、ジョン・ペリーとエドワード・ザルタは、ウェブベースでダイナミックに更新されていく、古くならない、哲学専門の百科事典として、スタンフォード哲学百科典の作成に取り掛かった。SEP の執筆者は、世界中の大学に所属する学者たちであり、質的な面で書籍の百科事典と比べても、遜色のないものとな、いる。 しかし2011年現在も無料での公開、オープンアクセスを維持しており、このことから SEP はオンライン百科事典の一つのモデルケースとしてしばしば言及される。2000年 bomis.com というサイトを運営していた事業家ジミーウェールズが博士号取得者のみが執筆し7段階の査読プロセスを要する百科事典サイトのペジアを 開始する。しかし人が集まらず、半年で更新停止、事実上閉鎖する。翌2001年、ジミー・ウェールズは誰でも執筆に参加できる、ウィキ形式の非営利の百科事典作成プロジェクト、Wikipedia を開始する。サイト設立翌年の2002年には、ウィキサイトを構築するためのウィキソフトウェアミディウッキーをオープンソースで無償で公開。ミディウッキーは以降、 各種の百科事典サイトの構築に利用されるようになる。Wikipedia は設立以降大きい成長を続け、2006年には世界で最もアクセスの多いサイト上位10位にランクインすアレクサランキング。これには Google 検索が Wikipedia を検索結果の上位に表示する傾向とそこからの大きいアクセス流入も寄与した。この Wikipedia へのアクセス数の増加は オンライン百科事典という形式とウィキという共同編集方法を広い範囲の人々に知らせる一つのきっかけとなった。ウィキペディアは有名になるにつれ、その内容の信頼性やコミュニティの混乱などが各所でしばしば話題となる。以降立ち上げられていくプロジェクトはある程度ウィキペディアの仕組みを意識する形で行われていった。2006年、アメリカの非営利団体が 信頼性の高い情報の提供を目指して、専門家が執筆を行う、地学、惑星科学関連の百科事典、インスイクロープディア・オブアースを開始。2006年、ウィキペディアの共同設立者、ラリー・サンガーが、ウィキペディアと違い実名登録を要求する、ウィキサイトシティザガムを開始。実名登録などの仕組みの導入で、情報の質、信頼性の向上を図る。2006年、 ロシア出身の数学者、ユージン・イズケビッチが、専門家のみが執筆する神経科学系の百科事典、スコラーピーディアを開始。業績ある、専門家のみが執筆することで、ウィキペディアと違い学術的にも、利用可能な百科事典とすることが目的とされる。2008年、マッカーサー基金とスローン財団、全生物種の情報収録を目指す、専門家が主導するインスイクロープディア、 オブライフプロジェクトを開始。科学者コミュニティが研究上のツールとしても使えるだけの情報の量と質を確保することが目的とされる。以下、主な出来事を列挙するインターネット百科事典には、旧来の書籍型の百科事典と比べていくつかの違いがある。例えば、挙げられる利点として、次のようものがある。まずデジタルであることの利点として、 テキスト検索が行えること、保存に必要な物理的スペースが、書籍に比べて小さいこと、技術の進歩に合わせて動画やプログラムなど、新しい情報の提示方法を取り込んでいけることなどがある。またインターネットを使用していることから来る利点として、改定スピードの速さ、制作コストの低さ、ネット環境さえあれば、どこからでもアクセスできる利便性、ページ数という制約からの解放、 ウェブ上の他の情報リソースに直接リンクできること、などがある。問題点としては、上記の利点の裏返しであるが、次のような点がある。完成した項目から公開されていくため、時点全体としてははけ、つまり未完成の状態となりやすいこと、ネットにアクセスできない環境で利用しにくいこと、パソコンの状態の不調などの技術的な理由で使えなくなる場合があること、 購入した書籍の百科事典と違い運営元が破綻すると閲覧できなくってしまうこと、過去版を保存していないサイトでは、引用や参照がおかしくなる場合があること、などがある。また Wikipedia のような誰もが執筆できるプロジェクトでは、その情報の質、信頼がしばしば問題となる。インターネット百科事典には、使用している言語から、取り扱っている主題、運営方法まで様々なものがある。 以下、いくつかの基本的な属性を列挙する。Wikipedia やコロンビア百科事典、スカラーペディアなどは、インターネット経由で誰もが無料で閲覧できる、スタイルを採用している。これは、オープンアクセスモデルなどと言われる。一方で、ブリタニカオンラインやラウトレッジ哲学百科事典などは、一定期間ごとに決められた金額を支払ったもののみが、全文を閲覧できる。 公読型のモデルを採用している。この場合、個人で料金を支払う方法を、個人公読、大学図書館や研究所などが、組織単位で料金を支払う契約方法を、機関公読という。機関公読で契約した場合、特定の IP アドレスからのアクセスに対して、閲覧を許可する、といった方法が取られる。百科事典の内容を再利用できるかどうかで、 サイトごとに様々な違いがある。各国の著作権法や条約で定められているすべての権利を主張するオール・ライツ・リザーベドの状態で公開されているものと、クリエイティブコモンズ GNU フリードキュメンテーションライセンスといった再利用可能なライセンスの下で公開されているものがある。例えば Wikipedia では CC by SA というライセンスが採用されており、 著作者表示など一定の要件を満たしさえすれば、サイトの内容を書籍の形で優勝で販売することも自由に可能である。一定の条件のもとで自由に再利用が可能であることはオープンコンテントとも言われる。専門家が執筆する百科事典では、編集委員が各分野の専門家に依頼して各項目を執筆してもらうのが一般的である。 珍しい例として、スカラーペディアには利用者の投票で執筆者を選定する選挙システムがある。原稿を執筆した専門家に対して謝礼を支払うかどうかはサイトによって異なる。ブリタニカは執筆者に金銭を支払っているが、スカラーペディアやスタンフォード哲学百科辞典は支払っていない。ウィキペディア、雑学ペディアや バイキピーディアなどの百科事典サイトでは執筆者は自由参加となっており、無給でかつ参加が自発性に基づくことからボランティアと表現されることもある。こうしたサイトでは、コンテンツの利用者と作成者は近い位置にあるか、または重なっている。こうした作り手と受け手が重なった状態にあることは、Web2.0。またそうして生み出される媒体やコンテンツは、コンシューマージェンナーアイテッドメディア。 CGM、消費者生成メディア、ユーザージェンナーアイテッドコンテンツ、ユグック、ユーザー生成コンテンツなどと言われる。匿名で参加できる自由参加型プロジェクトにおける投稿者像はそれほどはっきりしない。2009年に Wikipedia で13万人を対象に行われたアンケート調査では投稿者の75%が30歳以下。 そして投稿者の87%が男性であった。運営資金の源はサイトにより様々である。広読型のモデルで運営されているサイトは広読料収入がある。広告の掲載されているサイトには広告料収入がある。また内容と関連する企業、団体がスポンサーとして付く場合もある。一定の公益性のあるサイトであれば、寄付や各種財団、大学、 政府機関などからのグラントが資金源となり得る。資金内容の公開状況はサイトによってまちまちで、ある。以下、機関やデータは統一されたものでないが、各プロジェクトで公表されている、予算関連のデータをいくつか挙げる。原則として、無料で全情報を検索、閲覧可能であるものを列記する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。